マジ？マジで？松本です。ちょちょ、ハグさんです。こんにちは、イヤリナズナです。セコチョ、ロンです。マッチョコリです。誕生会をしてもらってます。おめでとうございます。初めて。いや、なんでこう横こんな刈り上げたんですか。いや、いつも通り3ミリです。初めてしてもらったんですよ。おお。ね、で、はい、すごかったのが、杉尾田とラガーがいるんですよ。そう。聞きました。飛行機が埋まったんです。あ、はいはい。すごくない？いや、嘘です。嘘なの？参加したかったからです、やっぱり。そういう気の使い方をするんですよ、彼らは。サラリーマンっていうのは。すいません、飛行機飛ばなくなっちゃったんで参加させてもらえませんかって参加するっていう。そういうことでしょ。いや、これは嘘です。分かってんだよ、そういうの。そういうの分かんだから俺、ね、飛行機が止まってね、うん、って言ったから、あ、すげえなと思ってね、感動してたの全部嘘やんか。いや、だからそう参加したくて言ったんですよ。それはそれで嬉しい、知らんけど。でも、そういう悪い方の使いは良くないですか。え、俺今悪い方の人なんか言いました。悪い方の人。え、どういうこと。全然ピンときてない。全然ピンときてない。僕ね、人の誕生日とかめっちゃ祝ってくれましたね。天空のお寿司屋さん連れて行ってくれましたもんね。そうそうそう、これ人の誕生日はうちのね、教え子たちの誕生日って覚えるじゃないですか。うん、これ理由があるんですよ。自分の誕生日祝ってもらいたいか、人の誕生日祝ってもらいたいか。自分のターンになるんじゃねえかみたいなね。そうそう、それがね、ずっとね、こう20年ぐらい来なかったんです。初めて。もう祝ってもらうのはありがたいんですけど、僕発信やから誰も祝ってくれんよねみたいな話を毎年毎年二階堂さんにちょいちょいしてたんですけど、あー、してましたね。一切何もしてくれんかったから。僕もそうだなと思ってましたね。でね、何回も言うじゃないですか、すごい言い訳をしてたんですよ。だっていつも完全休業じゃないですかっていう話をねしてたんですよ。いや、だからそれは祝ってもらえなかった時に恥ずかしくないように休み取ってんですよ。完全休業にしてたから仕方ないよねっていうために一緒してたんですけど、そしたら、いや、だって当日完全休業じゃないですかっていう人、前日もあるやん。いや、それは当日もできるやん。ものすごい言い訳するんですよ、そうやって。もうでもね、まあまあ、これはね、本当に言い訳っぽくなっちゃいますけど、僕ね、一番最初コンサル受け始めた頃、2年前の時に、そのこの誕生会の話をね、僕一回提案したことがあるんですよ。でも誰だったか忘れたんですけど、そういうのしないんで、しない方がいいですよって言われた。それは間違いない。誰や、もうそれがね、お前誰か分かんないの。誰が言ったんやん、それ。それ覚えてないのよ、最初の頃やったから。いや、ずっと守り続けてる。そうそうそう、だから、いや、そうなんだと思って、その人にしてあげるのが好きっていうのは知ってるから、自分には全然いいよって言いそうやからね。違う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 、逆逆、自分がしてもらいたいから人にするやろ、それ。デムだから、ドエムと同じだ。だから言わせちゃダメな。そうそうそう、そういうことか。やってくれって言ったら、ほら、ダメだ。みんなで順番に顔面に乗る。だから、あの、みたいにアイコンをみたいな。いやいやいや、ダサいじゃん。あったね、ダサいでしょ。あれ嫌なんだよ。ああいうのダサい、察してほしいよ。そうね。でもまあありがたいですよ。まあでもここ、これさ、いい打開策というかさ、いい切り口になったじゃないですか。そうですね。毎年言われやすくなりましたよね、僕らもね。やっとね、言われるね。嬉しいしね。たまらん。たまらん。乾杯しましょう。乾杯しましょう。乾杯したんだよ。お前が遅れてきてんだよ。乾杯。乾杯。ありがとうございます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 。よし、今日はもうしこたま飲んで酔うぞ。よし、レッツゴー。すごい、グツグツチーズ。スイートアボカドのなんかチーズ焼きみたいな。これもらっていいですか。あー、なんか失敗するね、最後。みんな僕の話して。美味しそう。どうぞ。ニコさん、これ見るべき。なになに、これ美味しいべきよ。お、いや、べきって何。エビからいきましょうか。エビ、べき数のことですか。あ、うまい。これアボカドダメだ、アボカドはアレルギーやろ。エビもですよ。エビもですよ、じゃねえよ。食べたいか。お祝い事のシュワシュワのやつですね。うまっ。で、私も飲みたいんですけど。久々に聞いた、なんかその喋り、その口調。私もなんとかなんですけどって言う。最近聞かんねえ、それ。松尾多動中期プレゼントタイム。もらうことに慣れてないと思うね。そうか、人にあげてばっかりやから。これ息子から。え、絶対本やろ、これ。破いて開けます。あ、破るの苦手なんですよね。ああ、ダメです。あの、袋もちゃんと取っとかないと。ああ、ダメです。僕がガチガチにテープ止めたんで、破った方が早いですね。ほんとね。うん。これさ、ちょい分からん、これね。そうそう、学研から出てるんですよ、これ。何個か出てて、この前ちょっと1個買おうと思ってたんですよ。あ、そうなんだ。そう。マジか、これ。ありがとうございます。あ、よかったよかった。
なんかね、図鑑をあげたいって言ってて、いろいろ詳しいからで、俺が一緒に選んだんですけど、すげえこれ、すげえ、スモースメとか見たことないな、ということです。え、すごい、それ息子からの肉まん超人図鑑ありがとうございます。なんですかこれ、からいや、違う、家族全員から行ってたの奥さんの誕生日もね、僕仏像をあげたんですか。あれ大層喜んでらっしゃった。いや、なんで難しい話するの。え、よし、いやいや、めっちゃ厳重やな。そのプチプチ必要やったかな。ちょっと待って、これ何ですか。これどこまで開ければいいんですか。最後まで放送しなんじゃないそういうトラップ、そういう、そういうトラップ。マジマジマジで持ってる、知ってます。いや、持ってる持ってる。あ、持ってた。あ、よかったな、よかったな。いやいや、買って実況しようかどうか迷ってたよ。あ、マジっすか、ありがとうございます。いや、よかった。ほらほら、ネオジオミニ、うん、おお、マジで、うわー、すげえ。ぜひ楽しんでください。ありがとうございます。すごい、こんなたくさんいただいて申し訳ない。最後、ニカちゃん、ニカちゃん、あ、ニカちゃん、でかいな、ニカちゃん。これどうやって開けるの。あ、それ破いて開けるんです。なんでいつもこんな厳重に止めてるんですか。うわ、これ破るのがね、もうちょっと心苦しいというか、破ったら紙が出てきた。放送中、プレスして作った。うわ、これマジ、これ何これ。あまり表に出てないと思うけど、これ結構最近出たばっかりです。これ何これ、今日のフィギュア。今日のフィギュア、しかもサウンドが鳴るって言ったら、すごい、オロチナギのサウンドと声が出る。なんで僕はオロチナギ好きなの知ってるんですか。いや、あなただってガジェットにその名前つけてますからね。裏180式オロチナギ、 iPhone の名前がね。僕 iPhone の名前が裏180式オロチナギなんですよ。これのことなんですよ。そうそうそう、好きなんだと思って。そうそうそう、さすがです。すげえ、あ、すごい、あ、めちゃくちゃ出来いいじゃないですか、これ。顔とかね、うん、そうそうそう、デフォルメキャラ。これまた後でちょっとこれレビューします、ね、ぜひぜひ。ありがとうございます。いや、すげーな。おー、難しいんですよ、松岡さんのプレゼントって。欲しいものは買ってるじゃないですか。大体持ってるんですからね。難しいんですよ。単純に高いもの喜ぶっていうわけでもないし、お金持ってるから。金持ちにプレゼント送るってマジ大変なんですよ。聞こえが悪いんだよ、金持ち。いや、ありがとうございます。ということで、はい、からもういただいてるんです、はいはい、動画撮っ、なるほどなるほど、はい、こんにちは、中です。気に入っていただけたらいいんですけど、秋葉原の、え、なんでしょうっていう。いや、重いんですよ。いや、重いよ。超合金のマジンガー Z とか、すごい。でもレアのはずです。それ重いです。おっ、マジでこれ良くないですか。いや、これ何、これ見たことないよ。なんか重りとペーパーウェイトみたいな軽いやつは見たことある。メタルです。これ良くないですか。ほら、ちょっとネイルにつけてらっしゃったんで、ちょっと物持ってきちゃおうっていうことで。ということは、もうほらこれ、うわぁ、これ良くないですか。これいい、あー、良かった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 。ということで、これ1名様からプレゼントという。ちょっと、あとこれ、大城株式会社、これステンレス爪切り、これこちら、ありがとうございます。地元のつまめし、そこにしか売ってないのね。行かないと買えないやつ。めちゃめちゃ切れます。すごいよ、これ。おぉ、わぁ、これ切ってみたいな。もうめっちゃ切れるやん。わー、よかった。我がつぼめしの技術力、結構すごくないですよ。やっぱすごい綺麗な感じ、すごいさっぱりいきましたね。いい爪切りは 3.5mm やから悪い爪切りは、悪い爪切りはパチンパチン。でもいい爪切りは 3mm。 ああ、確かに普通はね、ペチペチや。これ見とってね、これ、これつかんない。見て、この鋭利な切り口。わかる、鋭利。ありがとうございます。チョコリューラノンプレゼントです。ありがとうございます。メッセージがスタート。メッセージがスタート。あ、そういうパティ、こういうパターン。いや、その別に大したメッセージじゃなかった。涙流さないでください。いやいやいや、泣かないでください。お誕生日おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたしますって、めっちゃ他人行儀の。しかも印刷や、そんな仕掛けなかった。しかもこれアマゾンのやつやろ、これ。じゃあ、はい、固まってますよ。どっちの意味、フリーです。どっちの意味、これすげえ。こんなに、おー、何これ何これ、すごくない。え、これ何、何これ、6分の1だったら、そう、一番新しいやつやん、これすごいすごい。うーわー、あ、あ、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、これもしかしてさ、顔がピーターパーカーつくやつ、これちょっとそこまでわかんない、そこまでわかんないですけど、いや、めっちゃ出来がいいんですよね、このこれ。あー、そうなんだ。うわー、ありがとうございます。やっぱでも、あれ、好きなとこついてくるんですね。最近スパイダーマン好きでしょ。いや、昔からやる。はい、じゃーん。おー、おー、ガーッ、
そういうパターンが。いつ作ったんこれ。すごいね。いつでしょう。開けてみてください。これ最新のやつが入ってる。いやそうなの。そうなの。最近作ったやつさ、すごいね。合宿中に撮ったやつだ。すげえ。いやいやいや。おった。おったばい。いやいやいや。いやありがたい、ありがたいけど、わあすごいねこれ。みんなからです。うわあ、これはありがたいな、すごい。よう見つけたねこんな。うん、なんでここ言語がいっぱいあるの。なんでこんな多言語なの。ここで書いてある。わあすげえなー、ありがたいぞこれは。わあみんなや、みんなや。合宿のメンバーの方々に協力していただいて。わあすごい懐かしいねこれね。ああいやありがとうございます。わしかもこう集合写真まで。いやありがとうございます、ありがとうございます。コパンさん。コパンさん。おお。来る予定だったんです。あそうやったねなんかね。パンダコパンダ。パンダコパンダ。日光に当たりすぎたようだ。あそうか。相当喜ぶと思うって言いよった本人は。おー軽音すげえじゃない。キュンキャラ、キュンキャラだ。ステージみたいになったもん。すごい、これ後ろにちゃんとすげえサブメンバーもおる。これすげえ。ういちゃん、のどかちゃん、よう作る。あすごいねやっぱね、あの人作るもんね、こういうの。すごい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 。しかもこれ1回目の文化祭の時は1年生の時の。そうなんだ。え、コパンさんが作ったんですか。うん、作ったって言ったよ。えすげえ。すごいね、さすがやね、センスがいい。ありがとうございます。お父さんからこの流れです、申し訳ないんですけど。なに GH5?GH5S もしかして。あーごめんなさい、 GH5S。 すいません、破れちゃった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 。これは、あ、そうだ、それ普通に飾りで持ってきてたんですけど。こういうこと、もう渡す。はい、いや、はいって言われて。あ、ミニオンズ、かわいいやん。ありがとうございます。お、かわいい。家に飾っておきます。ちなみにこれもです。では私行きますか。いやもうアップルの。なかなかフィギュアとかが私わかんないので、いろいろ考えた結果、ギリギリで充電をされる松尾さんに喜んでいただけるんじゃないかなということで。よう知ってますね、ギリギリで充電する。アップルの純正品で一番多分早く充電できる方法がそれだと思います。おお、なんか裏技みたいなもん。ものは地味です。え、これ何。あー、これいいね。そう、シートライトにいいですよ。いいね、それ使えるね。一番早いっす。いいですね、ありがとうございます。松尾太道中期。じゃあ一言松尾さんと。ああ、ありがとうございました。どうも。いや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 、下手か。メッセージ書いてもらって、初めての。ありがとうございます、皆さん。本当メッセージまでいただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございました。いや下手か。コナミ会。何時っていいか分かんない。いや、嬉しいっすね、本当。いやもう、ただ後藤さんもね、日本酒好きですかって聞いてきたから、大体そういうことかなっては感づいてたんですけど。靴下はちょっと予想外。意外やね。そういうのが M 心くすぐるわけ。なるほど、あ、そういうことか。いきますよ。はい、お取りします。せーの、もう一枚いきます。あ、いいね。ジャスティバイ、こんなでした。オッケー、じゃあ行きます。中二秒間がすごい。ポスト、ポスト。ありがとうございます。これだけパクッと入れましょう、口に。そのまま電球らしい。電球なんで口に入れてバーン。電撃ネットワークや。口に入れてガーン殴られるんですけど。今聞いて分かりますね。うまいこれ。うまい。うん、おいしい。めちゃめちゃうまいよ。うまいね。うん、あとお花なんで。あんたそれ食べれんやん。どう見ても増加やん、これ。どう見ても増加やん、これ。そういうの分からんからね。お年寄りがあのデザインキャンドルのおまんじゅう食べちゃうみたいな。
んなしてもらった初めてや、嬉しい。嬉しい、嬉しい、よかった、めちゃくちゃ嬉しい。喜んでもらえてよかったね。ニーニーに相談したね。あ、そう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 、風船じゃないと取った方がいいですよ。そう、アメ細工絶対嘘やろ。本当にアメ細工すごい優しく噛んでたから可愛い。めっちゃ騙された。風船めっちゃゴムなんですよ。ケーキうまくないのこれ。うまい、ケーキうまいし、この松本様プレートもうまいんだよ。プレートうまいね。このプレートがうめんで、なんかすごい勢いでなくなってますけどさっき丸かったっすよね。あ、だからやっと繋がったぜ。ナズナがね、三つ編みのやつ欲しいって言ったの、写真を。このためか。そういうことや。ああ、そういうことか。そうね。あんなんいるかね、普通って思ったんや。でも気づかれてなくてよかったね。気づかれた、全然。チキンカレー。二階堂さん飲み物カレー頼んでるんで。いや頼んどうけどさ。ドリンクでね。はい、ということで。あ、そういうことなんですね。おいしい。おいしい。うん。あ、じゃあ、二階さん来たよ、これ。ああ、ありがとうございます。いやいや、いや、ごめん、なんかごめん。いや、いいです。自分でつきます。いいから、いやいや、もう下ぐちゃぐちゃになる。いやいや、ならんなら、僕、つき方うまいからね。つき方がうまい。はい、あ、チョコリです。あ、まあ、はい。クラ。安全対策。あ、買ってくださって。ああ、サッカーみたい。あ、チョコリです。もう、チョコリ。チョコリがいいとここの商品。デスクトップアーミーをくれたマッチさんです。なんかね、いっぱい届いてるんですよ、いろんなとこに。でしょうね。すっげえ届いてんのよ。なんかね、ワンピースって言ってました。僕、ワンピースはほら、萌え要素がないって言ってたでしょ。はい。だから、萌え要素があるワンピースのフィギュアを用意しましたって言ってました。開けましょう。セクシー。うん、マッチさん残念だったね。まあ、いいんですよ。ちょっと違うかな。ちょっと違うね。萌え要素はないですね。セクシーではありますけど。セクシーではありますけど。うん、ミックスホルモンみたいな感じだったんですね。コストコの。セクシーさはあるけど、萌えではないんですよね。こんな感じ。おー、はい。フライズのドラゴンボールとかワンピースはね、まあまあよくできてるんですよ。はい、ということで、ありがとうございました。菅さんからもらいました。お、気使ってね、薄紙があった方がいいと思って3つ袋入れてもらってたんですけど、はい、そのまま開けちゃってごめんなさい。開けたらまだ薄紙っていう、ね、あれがあったね。トラベルステッカーいただいたんですよ、はい、これすごいですよ。西尾維新大辞典のステッカーです。すごいね。西尾維新大辞典は僕行ったんですけど、はい、これ持ってないんですよ。なかったんですね。なかった。選ぶものがいいね。センスがいいよね。やっぱね、喜ぶもん絶対。いや、これめっちゃ嬉しいですね。しかも、うん、ちゃんとしのぶちゃんっていうのがもうありがたいです。偉いね。さすがガース。ありがとうございます。これなんですか。チャンネル登録お願いします。スマホ